マサキテール里12月12日から1927年3月9日は、明治から大正にかけての発明家、実業家、製麺機の発明で知られ、佐賀の発明王と呼ばれる。1851年、佐賀郡小瀬村の代々酒造業を営む家に生まれる。6歳の時に父を亡くし、囲碁家業を切り盛りする、母親の手で育てられた。 ジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明に影響を受け発明の道を志し、明治7年最初の発明である測量機、マサキエンドを完成させる。その後、佐賀で盛んだったそうめん作りを機械式にすることを思い立ち、家業の手造業は使用人に任せ、自らは明治10年にマサキ鉄工所を設立して研究開発に没頭する。しかし開発は難航し、 酒蔵は倒産。田畑や家財道具も売り払い食品を苦面する有様となった。しかし、彼を立派に仮名を上げ先祖に報いよと教えていた母の支えもあり、明治16年、8年の月日とおよそ9万円の費用をかけ、ついに製麺機の開発に成功した。特許法が整備段階であったため、月日がかかったが、明治21年には、 製麺製造機械の特許を取得した。鉄工所の方も、日清戦争後に製麺機の需要が拡大したことを受け順調に発展し、新工場を設立したほか、上海やテグなど海外にも販路を広げていった。また電動機、変圧機、電気開閉機、鉱山機械などにも進出し、大正7年には藤山ライタを社長に迎え、 日本電気鉄鋼株式会社と組織を変更した。この会社は電力機械管外を総案し、佐賀平野に広がるクリーク地帯の農業に多大の貢献をし、農業圏佐賀が全国から注目を受けた佐賀段階の基礎となった。1977年廃業。明治40年に県内初の乱受報賞を受賞。 明治44年には、久留米で行われた陸軍の演習に行行した、明治天皇に、工業功労者として召され、配越する栄誉を得た。その後晩年は、郷土の発展にも力を尽くし、小瀬村の村長や、村議会議員として、河川の改修などを手掛けた。大正11年には、村から第一回名誉職表情を得、さらに大正15年には、大正天皇から、 発明奨励金が可視され、帝国発明協会から恩師記念賞並びに大賞をカフされている。1927年3月9日、77歳で病没した。現在の佐賀市内にある小瀬神社には、彼の業績を称える記念碑が混流されている。ありがとうございます。